新商業の知ったらやばい本当の話。こんにちは。はい、こんにちは。はい、今日からですね、私たちの新番組、始まりました。新商事業の知ったらやばい本当の話、どういう本当の話をするとやばいんでしょうね。まあそうどこまで話せるかなと思ってるけど。そう、どこまで、うん、まあ包み隠さずですね。時にはちょっと毒舌になりながら、うん、本当の話を皆さんにねしていきたいと思います。この話をしたらもうあなたはもう元には戻れない、うん、はい、そんな話 たくさんしますので、楽しみに、見ていただければと思います。はい、でこの番組にですね、コメントご質問ある方はですね、こちらツイッターのねこちらの方に、皆さんどしどしと、うん、コメントしていただければ、このねスタッフの方が持ってきてコメント入りましたって持ってきて、くださって、まだこちらでね読み上げさせていただきますので、遠慮なくコメントしてきてください。はい。はい、では、新庄先生。はいはい。君のまず君の新章の新章というのはどういう意味ですか。どういう意味か。だって言ってないやんみんなに。そうかそうかそうか。うん、まあ漢字の通りなんだけどな。分からん分からん。難しすぎて分からん。うん、新章の新、誠っていうとね、誠と、新章の章はまあ証券会社の章ね、印という字なんですけど、誠っていうところで真実を見抜いて。明かしていく、うん、証明していくとか明かしていくっていう意味合いの、まあ意味合いに なるかな、うん、すごいな、すごいか、うん、すごいな。もともとでも真実ってずっとさ言っとるやん、ほら目に見えないもん、うんうん、世間にある目に見えないものの認識が違う、うんうん、だから僕はそのなんだっけ上から持ってきたやつ、もともと記憶があるんやね。そうやな、うん、それをこうちゃんとみんなに認識してもらいたい、うん、真実を明かしてみんなに知ってもらいたいっていう、うん、そういう思いがこうずっとあって、うんうん、で、このね新章も私辞経って言うんですけど、その新章も辞経も私たちがつけたわけじゃなくて、うん、実は私たち在家出家って言って寺にはお寺さんにはいないんだけど、この現世でね、皆さん の幸せのお手伝いをしながら、生かしていただくっていう、その法名っていう一応坊さん系なんですよね、うん、でその行った時にその法名をいただいたんですけど、京都にでいただいたお名前が何にも言ってないのに新章だったんですよね。そうだ、うん、すごかった、びっくりしたよね。ありがとうと思ったけど、ありがとうだよね、うん、で私も私は自供って言うんですけど、慈愛の慈に敬うと書いて自供と言います。で私自身がその慈愛っていうのをずっとこう持ってて、人に愛を与えたいっていうふうに思って、うん、まあこういう仕事にもついたんですけど、そしたら自供という名前が来たので、ここすげくないこの寺っていうのでものすごい感動したんですけど、でその法名でねやらせていただいております。まあしかしながら説法というようなね、ちょっとクソ真面目なお話とかではなくて、うん、まあ本当にさっき言ったように毒舌、このクソアホがっていうようなようなのも、はい、時々交えながらねお話ししていきますんで、ね、皆さんねでも共感もしていただけるかなと思ってます、うんうん、で、はい、今日は何話すの？いや何話すのの前に、うん、今日は7月11日、はい、私たちの番組ではございますが、私藤井フミヤさんのファンでございまして、はい、でその藤井さんのですね誕生日でございます。イエーイ、本人いないけど彼は61でございます。もうなんかじいちゃんでございますね。でかつですね今年はですねもう解散しましたけど、チェッカーズの40周年、うん、はい、デビューして40周年、という年でございまして、なんかこういうねめでたい年と、年と日にこうやって私たち番組デビューさせてもらうのすっげえ嬉しいな、私だけ
まあまあありがたいよ。うんうん、あ、ありがとう、うん、ありがたいよ、うんうん、それはそれでありがたい、 ありがたいな、うん、ちょっとあと藤井さんとはちょっと私はちょっとあれだけど、ああすいません、はい、でまあこの前は藤井さんの誕生日ということでですね、うん、まあちょっと曲とかも少し藤井さんのをね後ほど流しながら、まあ、聞いていただきながらですねお話もちょっと聞いていただければと思いますけれども、うん、こんなめでたい日に、うん、私たち話したかったことあるやんか、うん、あるやん、はい、くれくれに一言もモノモースってやつな、くれくれに一言モノモースエガちゃんモノモースってやってるやんあれあれ、うん、そのくれくれさんにねあの一言物申したいなって思って、うん、はい、お話しさせてもらいたいと思います。さあ新庄先生、はい、君は先ほどから言っておりますけどあの目に見えない世界、うんうん、をの記憶を持ってきてここに生まれてきてると、まあな、うん、この世界に広がってる、うん、そのスピリチュアルの人たちが言ってることが、うん、ちゃうやんけっていうので、うん、のすんげえ腹立っとったっていう、そのちょっとこうモノモースをちょっと話してもらいたいと思うんやけど、うん、お願いします。すごい振り方だな、はい、そうだね、まあ日本も、まあ、日本に限っての方がいいかな、とりあえず、まあ、世界を大きくくくってしまうと分かりづらいと思うので日本というので限定していくと、日本のその目に見えないものをどういうふうに扱ってるかとか、考えてるかっていう見方っていうのがちょっと違うなって思ってて、どんなふうに違うかっていうと、まあ神社とか行ったりするときに、結局、まあ、手合わせますよね。手合わせて、本来ならばありがとうございますっていう感じで、まず感謝とかね、をするんですけれど、その感謝とかがない状態で何々してほしいとかね、こうなったらいいなっていう部分ならいいんだけど、こうしてくださいとかね、あとなんか叶いますようにって、うんうん、これこれがあっていいよね、うん、叶うかいって言うな自分じゃなかったら叶うかいって、叶うかいって、まあ、だけど、うん、あとあれやん、このお賽銭投げるやんか、パンパンするとき、パンパンしてこうする前からね、お賽銭投げるやんか、うん、でお賽銭こう投げるやんか、うん、これ自分が神さんの立場やったらお願いしますっていう前に先生に投げられたらここ刺さるやん、ここも刺さるここ刺さるんって、それで叶えてあげようと思う、そうやな、私嫌や、そうやな、投げ出してあるわ、そうやな、賽銭な、うん、はい、だからまあそういうところからまず違うのかなとか、信心って何だろうなって、神さんを信じるっていう信心って何だろうなって、信じるっていうのであれば本来の信じるっていうのは、神さんに、まあ、見てもらう、見守ってもらう、で神様の存在自体が、ただある、うん、神様があるから見てくれてるから、それに対して自分たちが頑張ってで努力するからいろいろと見てください、それで後押ししてくださいっていうような感じの存在だと思うんですけど、うん、後押しはしてもらえるの、後押しね、とりあえずは見てるだけ、あ、見てるだけね、そうね、見てるだけだって信じてるから、神さんみんなを信じてるから、あ、神さんがみんなを信じてるね、神さんはみんなを信じてる、みんなの、能力とかね、それぞれの個性もそうだし、それぞれの経験があって、そのなんで経験あるのって、ね、経験するのって、うんうん、自分が成長して経験して自分らしく生きるためにその経験あるんだよねって、あ、だから辛いこともいっぱいあるんやね、そう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 、うん、その辛いことを、辛いことないようにとかね、早く、解決するようにとかしてくださいとかね、もう辛いことあったらさ、もう嫌やってさ逃げたい人がめっちゃ多いやんか、うん、でこんなとここんなもん嫌やっつって、うん、ほんでなんか下手したらなんか人のせいにしたりとかして、うん、最悪やなそうやなちょっと切っていい、うん、ね、だからあの自分の都合のいいように解釈、うん、で神様をまあ、言い方悪いと、まあ、どうか分かんないんだけど、その召使いとか奴隷とかっていうような感覚で見てる、これしておいてねとかこれやっといてって、あ、感覚ね、感覚だよ、頭はじゃあね、お願いします、お願いしますだよ、うん、
だけど潜在意識とか見てると、まあ、やってください、自分は何もやらないけどね、やってくれくれね、そうやってくれくれで、やらなかったら、これが運が悪かったとかね、まあ、自分のせいじゃなくって周りのせいにしちゃうんだよね、運のせいにするの、運って自分で作るもんだけどね、自分で持ってくるもんだけどね、まあまあけどね、まあ、それも分かってたけどね、そうやな、なんか離れたとこにある感覚やん、運って幸運とかね、そうじゃなくて自分が全部作るもんよっていうのを上から教えられてきたよね、そうやね、でまあちょっと世界でちょっと広げると、まあ、西洋とか、まあ、スピードね結構ね、昔からある、で日本に比べるともう全然もう先進国っていうか、ちゃんとスピのこと、目に見えないこと、目に見えないもののことを、日常にちゃんと生かしてる、で自分というものがあった上で、そのスピを、なんていうかな、活用してるっていう感じかな、お願いするんじゃなくて、自分がこう行きたいって思って、そっちに、自分が動き始めたら、の、まあ、そういう意味合いでちょっとスピを活用する、例えばどういうふうに活用する、だから、自分がこのように努力していくと、努力していった中で、何か出来事、いい出来事だけではないんだけど、自分が変わる出来事を起こしてください、起こしてください、ください、逆にいいもん悪いもんそれはお任せします、その代わり自分が変われるものだから成長できるものに対してのその出来事を起こしてください、で起きた出来事に対して自分で責任を取って、行動していく、で自分で責任を取って行動することによって、自分が、その経験だね、その時に起きた経験を自分の糧にして、自分が成長できると、で成長した上で、神さんありがとうって、目に見えないものありがとうって言えるような循環の動き方、謙虚の何者でもないねこれね、でもそれが、ちゃんとしてるのが西洋の、で日本に戻ってくると日本どうかなって、ねな、そうやろな、まあ、結局やってくださいやってくださいって、やってくれくれやな、やってくれくれやろ、で出来事が起きて、いい出来事に関してはいいけれど、持ってください持ってくださいだけど、悪い出来事に関してはなんでこんな風になったのって、神さんなんかいらんわっていう時も人もいるよね、確かにそうやね、なんでこんな風になったんだって、そればっかり言って結局動かない、そういう人が結構いて、結局は自分の、まあいいことだけを考えて利用するっていう感じかな、西洋は活用する、自分で責任を持って、いろいろ物事をやっていくから、日本の場合は、まあ、多くの全部が全部じゃないよ、日本の場合は利用するっていうことで、全部やってもらう、でやった、出来事結果に対して自分で責任は取らないんだよね、取ってないです、最悪やな、そうやろ、取ってないやろ取ってないよ、はい、ありがとうございます、コメント入りまし ました、ありがとうございます、はい、はい、新書さん、次教さん、アズリスタッフの皆様こんにちは、はい、こんにちは、はい、暑いですね、神様からの膝かっくんに気をつけて過ごしています前回のな今日は電車で乗り間違えましたがセーフでした、お元気でお過ごしくださいね、ありがとうございます、これね、この方ね、前回ね、あのちょっとやらかしちゃってね、なんだっけ、車で、停止線なんか越えちゃったほんでなんか捕まっちゃった、割とちょっと神さんから膝かくんされて、ちょっとね焦ったらかんで、ちょっと気ぃつけやっていうのでね、教えてもらったっていう方でございます、そうだ、ね、今ね電車で、そうだ、ね、乗りまあまだセーフだからね、セーフやった、あ、乗り間違えましたか、セーフでしたか、セーフだったから自分が改めたから、セーフになったんだよね、そうそう、改めたら教えてもらったんですね、自分の気持ち、やってきたことをちゃんと見て改めて、まあ、今度からはちょっと注意しましょうって、注意していこうって、だから気づくのも早かったと思うし、そういうことが一番大事、っていう感じかな、
そのくれくれの話やけど、うん、そのこの前ちょっとあセマフォー見とっていろんなのちょっと見とって、うん、のうちらも経験してきたことや、うん、のこういうその無料 の, その見る SNS とか番組とか、うん、まあ、YouTube とかもそうだし、うん、まあ、インスタとかもそうだし、そういう中でそのご質問を受け付けますっていう、うん、そのものを、まあ、私たちはまあちょっと別のところで やってて、まあ、これあかんわってやめたんですけど、うん、この前なんかインスタやったかな、その受け付けますってストーリーズで受け付けますってやっとって、うん、でこの前昨日かな、昨日見たらなんかもうストーリーズで受け付けてたんやけど、質問とか受け付けてたんやけど、うん、その人はスピ の人で、でスピの全般的なことについて質問を受け付けますってやってて、うん、でそれに対して答えとったんやけど、うん、なんか個人的なその質問、悩みの解決の質問がすごい増えてきたから、うん、ちょっとストーリーズでのその質問形式やめさせてもらいますって言って、うん、ちょっとやめてしまったんですね、うん、でうちらも別のとこでちょっとそういうこともちょっとやってたことがあって、それでやっぱりね個人的な質問に変わってくるというか、ただで解決してもらいたい、そうやな、うん、ただでくれくれっていうそういう人たちがなんかだん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 ちょっと増えてきてしまって、目に見えないものに対してはそういう傾向の人が本当にちょっと多いよね、もうね。だから基本的なことも理解してない方が増えてきてるっていうことかな。目に見えないものもそうだし、目に見えるものもそうだけど、うん、目に見えるもの自体すら、自分で責任取らないようにするからしてるから、それは目に見えないものだったら責任取らないよね。まあ確かにそうやね、うん、まあ、目に見えないものってやっぱオーラ、オーラほら君のモノモースのオーラね、うん、一言モノモース、はい、オーラについてどうぞ。やめてくれうん、まあ、最近はないんですけどね、最近は私が嫌ってるのでね、行ってこないんですけど、まあ、ちょっと前、まあ、何年か前かな、まあ、は、よく来ました。私のオーラ何色ですかって、うん、まあ、聞いて、まあ、この色ですよっていう風な感じで伝えてたんですよね、まあ、実際に見えるエネルギーをそのまま伝えてるんですけど、でこの色だから、私はこうだった、うん、だからもうこれで、まあ、一安心って、まあ、オーラの色だけで、その時の自分の状態をよし悪し決めていっているとか、人生全般っていうか、ね、自分を全体的にもう私一生この色みたいな感じで決めるんやね、うん、そうやね、うんうん、そんなことあるかいってなって、ねうん、人ってね、喜怒哀楽があるから、気持ちって、まあ、上下しますよね、山あり谷ありでね。で気持ちの変化、また、自分の今の抱えてる物事のその悩みとかね、そういうところの変化によって体調もそうやね、体調もそうだね、うんうん、出るエネルギーって違うんですよ。でそのエネルギーに応じて色が変わっていくので、うん、なので今この色だからずっとこの色だったらそうではない、うん、だけど、まあ、そういう感じで広まっている日本の風潮とかね、スピーカーね、その人の基本の色っていうわけではないやね、うん、オーラっていうのは、うんうん、ある程度の色はあるよ、個性があるからね、うんうん、だけどそのある程度の色からいろんな色が混ざって今この色ですって、うんうん、だから今赤だからいいとかピンクだからいいとか、うん、金色だからいいとかね、そうでもなくって今はこの色、うん、ただ、全体的な、状態はこういう色だから、今課題がこうあるんだったらこの課題をちゃんとしっかりしようねって、いくらいい色が出ててもねって、うん、でそれを言うとそこはスルーなんで、色のとこだけはミミジャンボ、ミミジャンボだ、ミミダンボ、ダンボ、ね、うん、だから、結局それって変わらないよねって。だからスピの、先ほど言った利用と活用と利用かな、うん、活用しないと変わらない。私の能力は活用してなんぼだと思うのね。利用しては全然なんかな、全然その人のためにならない。だから利用する方に対しては私遠慮しますって下がるんですよ。まあオーラって言われたらもうなんかすっげえ顔になるもんな、犯人のようなね顔になるもんね。だからまあそういう感じで今いろいろあるかなと。だから自分の中身整えなさいよって、
でそんな外見だけ整えたって、中身が全然しっかりしなかったらハリボテだよって、うん、中身わかるもんね、うん、見えるからね。そうだね、すっげすけやね、すっげすけやね、どすぐろいしないかな。あ、おるな。うん、だから、うん、まあそうやね、うん、あのすっげすけイコール神さんってその目に見えないもんってすごいあの崇高な存在、日本ではすごいその神ってなんかこうありがたいなんかそんな存在のはずで、それが本当なんやけども、それが人間のそのくれくれで、ちょっとねこう見方が変わってしまったって、うん、だけど神社行くと本当はそういう気持ちになりにくいやね、うん、本当はね。ということは神さん自体がやっぱり本当は崇高で美しくて綺麗で、で厳かなものであるっていうのが、この特に日本に根付いたその神様、うん、目に見えないものの本当の姿やと思うわけです、うん、でこのねあの神様のその本当の姿っていうのをちょっとね、あの藤井さんがですね、曲にしたためてくださっております。こちらは、第62回伊勢神宮の式年遷宮、約10年前でございます、約じゃないわ、10年前ですね、10年前に、テーマソングとしてね、伊勢神宮さんの方から書いてくださいということで、曲を書いたそうでございます。こちら、とてもですね、その神様のこれが本当の神様でしょうっていう、そういう思いがですね込められておりますので、皆さんにですねその曲をね聴いていただければと思います。鎮守の里。
嵐吹いて暖を囲んで幸あぶりゃ頬もあからむ心身心身白く空心身心身積もる聞いていただきました。いかがでしたでしょうか。なんかこう心が静まった感じになりましたよね。そう、これが本来の目に見えない世界のベースなんだよね。そうだね、うん、穏やかだもんね。そう、すごい穏やかになったかなと思います。これでこれ聞いてねイエーイなんてねなった人はね、まあ、それはそれでまあいるかもしれないんですけど、ファンであればはい、うん、でもすごいあの穏やかな気持ちになったと思います。のこのねあの気持ちでね、みんなが本当にみんなが、うん、の自分のこと一生懸命やって、でお互いも思い合って、で神様にこれ頑張りますからって見守っててくださいって言うとこう後押しをしてもらえるというね、うん、そういう世の中になってほしいなっていうふうに思うわけですけれども、うん、実際はそういうふうにはいかず、HSP のこの私からすると、うん、相手の存在、こういっぱいな人おるけど、そのいっぱいの人がほとんど自分の存在は OK としてるのに、うん、相手のことは認めないというか存在をなしにしてるっていう、うん、そういう、こう感覚をすごく受けるわけよ、うんうん、で、まあ、師匠も生きてるやん、で私も生きとるやん、うんうん、でこの状態でこう話をこうした時に、うん、相手の言うことをこう聞く、うんうん、相手の言うことを聞いたり思いをちょっとこう感じてみたりっていうのをこう、うん、HSP ちゃんとやるんやけど、うん、の結構な人がこう一方的に喋ったりとか、うん、で話はなんかこう自分の欲しいところだけ聞いて、うん、あとは聞きませんっていうようなことしたりとか、うん、すごいこう感じるわけよ、うん、そうすると私って何なんだよってすごい思うわけ、うん、でそれがまあ相手をこうなしにしとる、うんうん、私ここにいるんよっていうのを言ってもこう通じないっていうのがすごいこう悲しいなと思って、うん、でも神様はずっとそれをこうありにして見てくれとるっていうのが、まあ、師匠やだけじゃなくて私も感じるんで、うん、そういう意味では神様はすごい信じられる存在やなって私も思うわけよ、うん、だからもうこの鎮守の里も結構すごい好きなんやけど、うん、けど今のこう若いなんか令和の世代といいますか、うん、なんか響きにくいのかなとか、もちろん全員じゃないよ、うん、ないけど響にく聞きにくいんかなって、なんかチャカチャカした音楽が結構多いやん。早いなテンポかな、うん、すっごい早いでしょ、うんうん、これすっごいゆっくりやったでしょ、さっきの鎮守の里って。あれって音にエネルギーが、上のエネルギーがこもってるんですよ、うん、でそこに言葉を乗せると言霊になってスーッとこう心の中に入っていく、それが本当の音楽、うんうん、でもちろんテンポのいい音楽でもしっかり音に言葉が乗っているっていうのがすごいいい音楽なんやけど、今の音楽ってなんかすごいこう音遊びしとるみたいって新章言うやん、まあ、言葉遊び音遊び、うん、うん、なんかエネルギーこもってないんだよね。あなんかここの辺にこうちょこえらいクレーム来るぞ知りませんだって本当のことやもん。本当や本当や、これ本当やんだけどね。そうなんで全然こう入ってこないんだよね、うんうん、でそういう音楽にこうやっぱ慣れてしまってるこう若い子たちっていうのも、うん、そのやっぱ心がちょっと動きにくくなってるのかなって、こう自分の心の中に入れるものをすごくこうなんていうのかな、こう限定しすぎ、うん、
うん、限定しすぎて、で相手のことも入れなくなってんのかなってすごい思うわけですよ、うん、で、まあ、この前ねちょっとこれあかんやろと思ったことがあったんですけど、うん、宿、お宿ね、お宿をこう皆さんどっか泊まりに行く時にお宿取るやないですか。でその時にね、そのたまたまじゃないわ、その予約した人がそのどうもなんかの記念日だったみたいなんですよ、うんうんうん、でその記念日で、ちょっとこういうのはちょっと作ってくださいっていうようなのを宿にお願いしとったそうなんですね、うん、ところが当日何の連絡もなし、ドタキャン、おうおう、やってまったな、やってまった、うん、なんかよく最近つか、まあ、このコロナなってから、特になんかコロナが終わってから、まあ、特にそういうドタキャンとかするっていうのがなんかかなり増えたみたいで、うん、その私らのこう世代やとこう宿予約するやないですか。ほんでまあ誕生日とかでは記念日とか言ってお願いするやないですか、うん、そしたらお願いした相手さんが用意をしてくれますって必ずこう認識があるわけよ、うんうん、で、それも一人じゃなくて、まあ、宿のスタッフ何人か、ね、いらっしゃると思うから、その方々が協力して、のお客様をお出迎えする、いい気持ちになってもらうためにお出迎えするっていう準備をねされてるっていうのが分かるから、だからドタキャンなんて、まあ、よっぽどその誰かが亡くなったとか親族とかがね、まあ、そういう時以外はもう全然しようなんて思いもしないし、で宿に着いたらもうありがとうございますっていうような気持ちもちゃんとこう伝えようとこう思うわけですよ、うん、けど今予約する時って大体スマホでこうペペペってタッポンって予約するじゃないですか、うん、でその予約した時に相手のその存在とか相手が用意してますとか、その相手がその予約受け付けましたっていう、どうも感覚がないないな、うん、なんか機械上でやって、で予約しました、じゃあもう行けなくなった、じゃあもう機械上でキャンセルっていう相手の存在をなくしてる、うん、からこのドタキャンすることによって、じゃあキャンセル料払えばいいんでしょっていう話にどうもその予約した人はなったみたいで、うん、で宿の人のが予約キャンセルっていうもんじゃなくて、ちゃんと準備してる人いるんですよ、思いを受けてそれを、叶えて喜んで差し上げたい、喜ばして差し上げたいと思って用意をするわけやから、うん、それをこうキャンセル払えばええねんみたいな感じで相手をなしにしてるっていうのが、私すんげー腹立ってさ、それ、うんうん、これってうちらもやられとることやん、うちらもその予約して、でなんか直前ですいませんキャンセルお願いしますって、お前さちゃんとそれ解決する気あんのかやってもういい、自分それ悩んだらそれ解決して次行かなかのに、なんでここでキャンセルつのあんたはこう直前ですんのっていうので、こちらの裏の方でブツ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 言ってるございます。だからね、自分以外じゃないわ、自分に対してはさっきのくれくれやね、うんうん、見てくれ、解決してくれ、うん、あと自分のその言葉もちゃんと聞いてくれっていう、欲しい欲しいくれくれって言うんやけど、思うんやけど、うん、まあ、それがもう潜在意識からこう伝わってくるやん、うちらって、うん、欲しい欲しいって、うん、けど相手のくれくれはいりませんってするね。そうだね、相手の存在ありませんだね。そう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 するね、うん、そこを本当はちゃんと見てほしいなって思うんやけど、うん、もう世の中自体が人と人との関わりじゃなくって、うん、自分だけ、うん、自分がこのなんかをいじって操作してで関わってるっていう感じなので、まあ言うね、こういう番組ねさせてもらってますけど、これ実際にこう触れへんやないですか。触れないし、こうなんていうかね、もっと細かいこう雰囲気っていうのをこう感じようと思ってもちょっと難しいとこがある、うん、こういうのにやっぱり慣れてしまうと、こう人と人とのこの付き合いがなくなってしまって、結局自分しか認識できない、うん、っていう、そういう人がやっぱ増えてってしまってるのかな。特にコロナで結構ね、遮断されたじゃないですか、うん、ね、人と人が、うん、まああれはちょっとね、あちらさんまあいずれ話すか、はい、うん、はい、話せる、はい、話すな、町田さんの裏の事情が、はい、あるんでね、まあ、これ話し合わせ、またちょっと時間足らないんで今日はやめますけれども、
それにね、まあ、こう無意識無意識というか知らんうちにこう人間が乗っかってしまって、で離れた状態が当たり前、自分だけいて当たり前、相手おらんくって当たり前っていうところになってしまったから、もう非常に生きづらいそうね、でこれも何とかしたいと思うんやけど、うちらの世代はやっぱり40代とか50代とかなってくると、やっぱりリアルじゃないと、リアルで会わないとわからないっていう、そういう世代で時代で生きてきたので、子供時代、だからもちろんスマホとかも使うし、ネットとかも使うんやけど、うちのやっぱり何ていうのかな、コンサル生さんとかね、はこちらよくリアルで会いに来てくださるよね、もちろんオンラインでもやってるからね、リアルでやっぱり通じるものがあると思うんやけど、そのリアルでも通じにくいのが、ごめんなさい、その Z 世代とかいう子たちの大半が、全員じゃないです、全員じゃないです。 HSP の人は結構通じます、なぜなら感じるから相手を、けどそうじゃない非 HSP の人はやっぱこう自分しか感じないっていう、そのなんていうのかな、この区分けみたいなのがね、すごくこう話してても感じるので、いやあなたもうちょっと自分だけじゃなくて、相手のが今何を思ってるのか、相手が自分のことをどう思ってくれてるのかっていうのも、感じながらね、やっぱりちょっとコミュニケーションというか話をこうしたいなと思うわけでございますよ。なので、くれくれっていうね、いうところだと自分だけになるやん。そう、これがこ、そうそうそう、これがこ耳も目もこっち、耳はこ、だからダンボにやったこと飛ばなかんじゃん、ダンボ知っとるかな今のこのディズニーのね、ゾウさんやけどね、そういうふうに一緒におって、その相手のこともちゃんと感じるっていうのをね、こう、してほしいなってこう思うわけですね。でもこれちょっと長い時間かかるよね、だって相手のこと知るっていうのが怖いって思うやん。そう、自分もだって分かってないんだから。おお、自分のことも分かってないから、なかなか深いな、えらい時間かかるなこれ、喋るとちょっと説法、説法になっちゃうな、で自分だけって、自分だけなんで、これ言葉を置き換えると孤独やね、一人ぼっち、その一人ぼっち孤独の状態で生きてるっていう人がすっごいこう増えてしまったわけやね、で一人やと心がこう通じ合わない、触れ合わないわけよ、相手と相手のことを思って、相手とこう思い合うっていうことをしていくと心がこう触れ合うわけやね、で心が触れ合うことによって、すごい安心するんですよ人間って。この触れ合うその安心が、要は一人一人自分しかおらんくなってしまってるのでね、触れ合わんくなって孤独な人が増えて、これ孤独死する人増えね、増えてるけどな、増えてるけどな、君の、ジップもそうです、ちょっとこちらのお父さんもねちょっとされたんですけどもね、やっぱり人と関わらんとね、一人ぼっちになって結局はなんで生きてきたんやろうっていう、その後悔を残して、その生きる意味がわからんまま後悔残して死んでいくことになると思ってるんで、触れ合う、心触れ合わせて安心というところをまず作ってもらう、安心を作ってもらうと、私僕というその自分を生きたくなってくるんですよ、生きる、本当の自分を生きたくなってくるんです。でそのね、本当の自分をこう生きるっていうことが、うちらはすごく幸せなことやと思ってるし、それをやることで、このたった3次元の地球ね、3次元の地球、もうここから卒業したいじゃないですか、もううちら卒業したいねもう嫌やねで、この人言うには何万次元結構ある、宇宙物理学では11次元やったかな、12やったかな、言われてますけど、何万次元あるとという感覚ですんで、もっと上上がっていくんはね、上がっていくのはこう自分を孤独じゃなくって心つながり合ってまず生きるということが大事かなと思います。では
2曲目です、こちらね、心をつながってみんなが生きてほしいというね、そういうあの歌詞も入っています、藤井さんの曲でございます。聴いてください。アライブ。You
聴いていただきました。はい、この曲をね、聴くとちょっと元気になってくるんですね。まあ、いろんな辛いことがあって、まあ、くじけても、でももうまたみんなと一緒にこう愛をね、愛を求めてで歩いていくっていうね、そういうまあ、曲なんですけど、ライブ行くともう こういう感じでこういう感じで、はい、すごく盛り上がって聴いております。やっぱりみんなでね、こう一緒にこう助け合って生きるっていうのがとても大事だと思います。でそこの助け合う過程でですね、特にHSP の人は心がすごく傷つきやすい、やられてしまう、要は存在をこうなしにされて、自分の何つうのかな、自分のことがこう通じなかったり、ちょっと考え方がおかしいのかなとか、感じ方がおかしいのかなってすごく思ってしまうんですけど、その傷をね癒すところがですね、私たちのオンラインサロンの HSP クラブというところでございます。すいません、 HSP クラブお願いできますか。の HSP クラブオンラインサロンの方でお願いできますかね。それですね、はい、ありがとうございます、大丈夫です。はい、このねオンラインサロンです。このオンラインサロンはその HSP の人たちがこうすごくたくさん集まってですね、この現世、属性で、ちょっと傷ついてしまったですね心をですね、分かり合う者同士、 HSP だからこそ分かり合う者同士がですね、その深い、ところでこう癒し合うというか、こう安心できるように、みんなで交流、もちろん交流されない方もいらっしゃいますけれども、交流していただいて、でまたここで、安心してエネルギー補給をして、行って、そのエネルギーが溜まってまたこの属性でね、自分のやることを一生懸命やるという、そういう場にしてあります。HSP にとって安心の場というのはとても大事、とても必要な場でございます。これをこう分かち合うところ、みんながね分かち合うっていうところがですね、どうしても必要なんですね。この場でですね、エネルギー補給をしないとやっぱり生きづらくなってしまうし、生きづらいというか止まってしまいます。うん、歩みが止まってしまいます、現世での属性での。なので、まあ、ご興味ある方はですね、 HSP の方で ご興味ある方はちょっと一度ねこの HSP クラブというのをですね覗いていただけると嬉しいかなって思います。HSP にしかわからない、その分かち合いをですね、できたらなと思っております。はい、ありがとうございます。はい、ということですね、そろそろお時間がやってまいりました。なんか50分あっという間ですね。すぐやな。うん、すぐやね。うん、まあ、普段3時間喋っとるけど、うん、で次はですね、8月の8日88、あ、いいぞろ目ですねこれ、末広がりのね、8月8日に、番組放送させていただきます。まあその時にはですね、この子たちね、座敷わらしが入ってるんですよ。特番でねお見せした座敷わらしちゃんね、とか別のところにも行ってるんですけど、そのね座敷わらしちゃんをこうここにね入っていただいて、でわらしちゃんと共に実はお届けしていたというわけでございます。皆さんにもこのわらしちゃんのねエネルギーがいくように、少しでもね、生きやすくなるようにと思って、まあ、今回、まあ、次回からもそうやね、一緒に、ね、同行させてもらいますので、楽しみにねこの子たちと一緒に見ていただければね嬉しいと思います。もちろん本もありますけどね。はい、ということで、本日、新章儒教の知ったらやばい本当の話はこれにて終わりたいと思います。次は8月8日にお会いしましょう。お昼です。皆さんありがとうございました。はい、ありがとうございます。